行ってみたチャンネル、ゴジラの子供発見、半分釣り動画です。すみません。2019年6月2日撮影。フリー BGM、カエルのピアノ。山口県柳井市与田畑地区某所。徐々にサイエンスゼロのような説明口調の動画になります。アスカラグー。ゴジラの子供発見。いやいや、イモリです。井戸を守ると書いてイモリだそうです。お腹が赤い赤原イモリ。鳥は日本にしかいないそうです。カエルの仲間で両生類、冬は冬眠し約20年生きるそうです。餌は昆虫やミミズ。昔から田んぼを守る益獣として人間と共存してきました。千と千尋の神隠しに出てきたイモリの黒焼き。イモリの黒焼きは惚れ薬の効果があるみたいです。江戸時代、馴れ初め薬として売られていたそうです。イモリの黒焼きを粉にして好きな人に振りかけると惚れ薬として効果があるとかないとか。赤原イモリはフグと同じテトロドキシンという毒を持っていて、捕まえるとひっくり返って赤いお腹を見せるそうです。毒を持ってるから気をつけてねって、触っても全然平気なようです。イモリの黒焼きも昔はそのまま食べられていたみたいですね。準絶滅危惧種で、県によっては保護を禁止しているところもあります。最後にこのイモリ、腕や足、尻尾を切られても骨まで再生するそうです。脊椎動物でここまで再生する生き物はいないそうです。医療の分野で応用できたらすごいなぁと。イモリさん、見直したよ。イモリさん、お騒がせしてすみませんでした。ご視聴ありがとうございました。また明日、バイバイ。